はい、アンリアルライフ、続きやっていきましょう。一回気を失って目覚めたら見知らぬ部屋に閉じ込められてたって感じやね。閉じ込められたかどうかは知らんけどね。やっていきましょう。とりあえず片っ端から調べていったらいいんでしょう。中は空っぽ。これは本ですね。本がたくさんあります。字が読めたらな。そうやね、字が読めへんやったな。触る。はい。何やったっけ、この能力。名前忘れちゃった。これはハルさんですね。ああ、気を失ってる時の私ね。さっきはベッドから落ちて目が覚めたんだね。あ、転げ落ちちゃった。経験ないわ。ベッドから転げ落ちるってどんな寝相してたらなんの。ハルちゃんの寝相が悪いことが分かった。サイコメトリーや。能力の名前思い出した。窓の外には海が広がっている。この部屋すごく高い位置にありますね。うん、ビルなんか？ここ何階なのかな？ほう。ふかふかなソファー、寝そべったら気持ちよさそうだな。さっき寝てたところでしょうが。あ、終わりかい。なんもないんかい。テレビ？これ。ハルさん、小さい箱の中で映像が動いています。未来に飛ばされてきた原始人みたいな感想やな。箱の中に人が動いていますぞ、みたいな。テレビだね。古い外国の映画なのかな？これね、シャワー室もしかして。お風呂とトイレがある。うわぁ、風呂とトイレ一緒か。じゃあ、ええかな。出口が見当たりませんね。出口ないん？出口っぽい扉ないんですか？サイコメドリング。ふわー、私が誰かに運ばれている。何あれ、コナンの犯人みたいな黒タイツの男がいるけど、男かどうかわからへんけど。誘拐されてしまったのでしょうか。大変なことになりましたね。どこから運ばれてきたんだろう。なんでこんな姿はっきりしひんの。この風呂場の扉の記憶では黒い人はぼやけて記憶されてんの？どういうこと？黒タイツ着てたんか、犯人は。コナン始まってしまったな。気失ってる。まだ少しフラフラする。そうですね、脳波も少し乱れているようです。何今、気失ったん？こけたん？どっちや。そういえば、195は私の頭の中が見れるんだったね。ちょっと、やめてくださいよ、変なところ見んの。いえ、厳密には195が脳内にアクセスできる領域は前頭連合やブロカ葉とウェルニケ野と前頭。なるほど。あ、195はあなたが見ているもの、話していること、聞いていることを脳の健康状態を知ることができます。じゃあ、はるちゃんの感じていることがわかるって、プラス脳の健康状態わかるって感じなだけか。ちなみに、ハルさん自身の記憶を見ることはできません。私が考えていることはわかるの？195にはプライバシー保護機能がついています。ハルさんが考えていることは直接覗くこともできません。なるほど。じゃあ、安心やな、とでも言うと思ったか。ほんまについてるんか？まだ僕、195さんを完璧に信用してへんぞ。そっか。ここまでいろいろありましたし、ハルさん自身で一度考えを整理してみてはいかがでしょう。195にはお構いなく、一度考えを整理してみようかな。LB で目を閉じる。うわぁ、ハルちゃんなんか目怖いな。私の考え。ね、これ。知らない海。ベッドで目を覚ました私は知らない部屋にいたの。ここは私が入ったアパートの中なのかな。起き上がって窓辺に立った時、私の目に映り込んだのは、前回入ったアパートの部屋は1階やったから多分違う部屋やろうね。知らない海だった。195は位置情報が取れないって嘆いていたけど、ここは一体どこなんだろう。きっと出口はどっかにある。とにかくこの部屋から早く出よう。とりあえず振り返っただけやね。
私の考えっていうか、なんかできるかと思ったら、そういうわけではないか。ストーリー忘れた人用のあれかな。奥行けるやん。何ですかこれ。あれ、ここで行き止まりでしょうか。どこかに出口があるはずなんですが、隠し扉でもあるんじゃないの。サイコメトリング、ふわー。あれ、この植物の記憶だと少し位置がずれてますね。はい、ずらしたらいいんか。動かせる。あれ、動かせられへんの。この辺調べられへん。え、あ、いけるやん。どういうことこれ。なんか隠し通路通ってんのか。わあ、説明してくれへん。どういうこと。そ、ここの黒い空間何やったん。はい、グリテッドホテル生活。読めなーい。ここは通路のようですね。なんか感想ないんか君ら。部屋から出れたみたいな可愛い感想ないんか、はるちゃん。あ、なんか前回ちょこっと出てきた人、お待ちください。誰ですか。お前が喋るんかいってね。はるちゃんじゃないんか。怪しいものではございません。どう見ても怪しいものです。もう怪しさの塊やん。顔どうなってね。回ってる、回ってますね。ようこそ旅の宿クジラへ。私はここの支配人です。支配人直々から接待に来たわけですね。旅の宿支配人、なんか腕どうなってんのそれ。なんか名刺渡そうとしてる、はるちゃんに。我々はアパートの扉に入ったはずですが。ええ、あなた方はあちらの扉からいらっしゃいましたね。この広場に来てすぐ倒れてしまったようですので、先にお部屋へご案内させていただきました。あ、こっから入ってきて気失ってたんか。で、部屋に、まあこのおっさんに部屋に監禁されたわけね。おっさんかどうかわからんよね。じゃあ、あなたが私をあの部屋に運んだの。そういうことですね。あのアパート内にこんな施設があるなんて。見かけに本質が伴うとは限らないですからね。ふふふ、怪しいな。あれ、もしかしてこいつ女性か。なんかよく見たら胸あるように見えへん、体型。ナイスバディな気がする。ところでお客様、当店を利用なさるのであればご案内させていただいてもよろしいでしょうか。私たち隣に来たわけじゃなくて先生を探しているの。なるほど、人探しをしているのですね。ですがお客様、見たところによるととてもお疲れのご様子です。少し休まれてはいかがでしょうか。さっきまで寝てたんですけど。さっきまで気を失ってたんですけど。確かにここで少し休ませてもらった方がいいかもしれませんね。はるちゃんずっと寝てるやん。よろしいでしょうか。それでは当館のご案内をいたしますね。よろしくお願いします。まずそちらのエレベーターから上へ行くとはる様のお部屋、下へ行くとカフェテリアがあります。いいね。カフェテリアには少々話好きなシェフがおりますが、料理の腕前は確かです。シェフどんな人なのかな。普通の人間は期待できないかもしれないな、これは。左手の奥には来客用の簡易駅がございます。個人で電車を所有している方用です。何それ。個人で電車を所有している人なんていんの。個人で電車所有イコール線路とかも所有しているってことやろ。やばくね。電車って個人で所有できるんですか。できるんですか。無視。右手の通路の奥は従業員用の通路です。こちら危険ですので、不要に近づかないようにご注意ください。了解、早速行ったろ。説明は以上です。何か困ったことがあればお持ちくださいませ。了解。カラスさんの持っていた鍵のドアがこんな場所に繋がっていたとは、ね、あのアパートの中見たら重い広さやな。ハルさん、この宿で先生に関する情報を集めることにしましょうか。あれ、ハルちゃん休ませるって話なかったんですか、進行機さん。従業員専用通路はどうしました。まだぼーっとしてさっきまで話したことを忘れちゃいそうになるの。内側側東洋付近の機能が弱っているので仕方ないですね。つまりハルさんは記憶を忘れやすい状態にあります。ああ、
ポンポコさん状態ね。ハルさんが記憶を失っているのと同じ理由ですね。でもせっかく聞いたことを忘れちゃうのは嫌だな。なるほど。あ、ちょっと今飛ばしちゃった。目を閉じた時に話した内容を見返すことが、ああ、これさっきのあれね。試しに目を閉じてみてください。え、やったよ。このチュートリアルさっきやったよ。あ、お話ししたことと変わってるんか。あ、会話ログ。なるほど。私の考えで前回を振り返って会話ログまで振り返られるってことはなんか逆転裁判みたいに矛盾を見つけてここのセリフがちょっとおかしいですみたいなことになるんかな。で、右行ける。支配人からの視線を感じる。大丈夫、支配人見えないから。従業員の通路と言っていましたし、不用意に近づくのはやめておきましょう。大丈夫大丈夫。はるちゃん覚えてへんか、そういうの。私記憶ないんで。くそ。支配人、目あるんですか？先生について。支配人さん、私の先生を知らない？先生ですか。その情報だけでは分かりかねますね、確かに。ハル様はその先生という方を探しているのですね。支配人殿、あなたはなぜハルさんの名前を知っているのですか？もしかしてハルさんの知人ですか？ハル様のことについては分かりかねますが、ハル様のチェックインされたお客様、ハル様のチェックインをされたお客様がいます。ほう、誰や？一体誰が？部屋用意されてたんか。灰色の髪の女性です。その方からハル様の似顔絵を見せていただきました。似顔絵？写真とかないんか。先生だ。その情報だけでよう先生ってわかったな。先生はこの宿にいますか？半日ほど当館に滞在なさっていたのですが、昨日チェックアウトされていきました。どうなんやろう。先生はどこへ行ったの？申し訳ありませんが、私には分かりかねます。先生は私がここに来ることを知っていた。なるほど。クジラの従業員さんは先生に会っている可能性が高いですね。せやね。他の従業員に話をしろってことね。ここまで僕ちょっと予想を立てたんやけど、先生もしかして未来が見えたりとかしん？はるちゃんは過去見れるけど先生は未来見れるみたいな。これ出れる？あ、出ちゃう。インカ出てバッドエンドとはならへん。あ、戻れるんや。これ何ですか？お、ピアノの方に行っちゃったね。見たかったんやけど。誰もいないのに音が鳴っている。あ、このピアノから音流れてるんや。この BGM どういう仕組みなんでしょう。お前が言うなって言いたいね。信号機くん、あなたもどういう仕組みで喋ってるんですか？この絵のカラス、アパートにいたのと似てる気がする。まあカラスなんて似たようなもんすよ、全部。お、その絵が気になりますか？お目が高い、買わへんぞ。そちらの絵はお客様からいただいた大切な絵ですので、お手を触れないようお願いします。じゃあこんなところに置くなや。美術館みたいに保管しとけや。これは過去見れへんねやな。見れそうだと思ったんやけど。非常口、こっちはあれか、あれか、個人で電車持ってる人がなんちゃらかんちゃらってやつやな。これ人？ペンギン？お話しする。かわいいペンギンやん。ペンギンやんな、この感じ。眠っているみたい。起きる気配がないですね。昔水族館行った時ペンギンめっちゃ可愛かった。さあ起こす。揺すっても全然起きない。引っ張ったげ引っ張ったげ。うん、揺すったぐらいじゃ起きなさそうですね。引っ張った引っ張った引っ張ったげ引っ張ったげ。あるいはもっと強い衝撃を与えれば。やったれやったれ。アイテムないとあかんのか。何かが入りそうなくぼみがある。何これ、自販機？何かの装置もですが動いてないですね。はい、サイコメトリング。ふおー、なんか電池っぽいもん持ってこなあかんのかな。あー、電池入れたら電車が動き出すみたいな。なんでこんなところに電車が。水の上を走るんでしょうか。いや、なんかいいよね、この水の上に電車走るって。千と千尋みたい。
ノスタルジックな雰囲気になるやつ。ここになんか絵飾れそうやな、あとあと。どうもー。あ、同じ話はいいでーす。よし、じゃあ。ちょっと待ってや。カフェテリア行く前、ちょっと外探索してくるわ。やっぱり外ちょっと探索したくなった。外と自分の部屋調べたけど何もなかったんで、カフェテリア行きます。どうもー、コーヒーください。シェフいるか。シェフ、うわー、誰もいい。サイコメトリング、はあ、誰もいねー。あれ、このテーブルの記憶何も変わりないですね。ないですね。あ、ん、支配人に本読ませてみるか。読める？支配人さん。あ、来た。青い本読んで。支配人さん、この本に何て書いてあるかわかる？ふむふむ、これは。おかしいですね。見たことがない言語で書かれているようです。ガッシュかな？金色のガッシュ始まってしまうかな？今からパートナーとなる魔物を探すんじゃない？見たことがない言語？申し訳ございません。私も様々な国のお客様をご案内されていただいておりますが、この言語は分かりかねます。大丈夫、ありがとう。おや、このスタンプは？これは図書館の本ではないでしょうか。図書館、はあ、支配になんかダサい手袋してるね。僕もっとかっこいい手袋持ってるよ。図書館って何でしょう。何も知らんな、信号機。本を貸し出ししている施設ですね。どこの図書館かわかる？そこまでは記載されていないようですね。はあ、ハルさんの手元になぜ図書館の本があるんでしょうか。図書館で本借りただけちゃう？単純に。本、お客様、はい。シェフが食材の買い出しから持ったようです。マジで。彼女なら当館のお客様のことをよく知っているかもしれません。なるほど、シェフにも先生や本について尋ねるのがいいかもしれませんね。シェフー、シェフ、シェフって響きからなんか僕男やと思い込んだけど、女性やったんか。期待が高まるな。あ、ちょっと忘れちゃった。姿が見当たりませんが、誰かに見られてる気がする。どこ？シェフ、あ、はいはいはい、調べる。これはマリモですね。まごうことだけマリモ。なに、そんなに上手を見つめないで状態。これシェフ、マリモが喋りましたよ。あらやだ、喋る信号機ちゃんに言われたくないわね。私はマリーっていうの、このカフェのシェフよ。信号機の姿見えてんの？どういうことねえ、ハルちゃんの脳内で喋ってるんじゃないの？どういうことや。あなたたちが新しいお客さんね。支配人ちゃんから話は聞いているわ。何か困ったことがあったら聞いてちょうだいね。はい、先生について教えてください。先生、うん、誰のことかしら。情報全然ないな。昨日ここを訪れた灰色の髪の女性なのですが。ああ、あの子ね、よく覚えてるわ。知ってるんかい。本当に？あの子はちょっと変な子だったけど優しい子だったわね。マリモさん、先生がどっかに行ったかわかりますか？さあ、わからないよね。でも、行かなければならない場所があるって言ってたわね。行かなければならない場所。ただ、それがどっかわからないのごめんなさいね。ほぼ何もわかってへんようなもんやんけ。青い本読みますか？ちょっとマリモには期待できひんかもしれんけどな。あら、その本は？この本知ってるの？以前似たような本をどっかで見た気がするんだけど。マリモさんも魔物の王を決める戦いの参加者なんか。どこで見たのかしら。マリモ、思い出せ。思い出した、その青い本、確か幻想図書館の本よ。幻想図書館、幻想図書館。確かあの子、あなたの先生も似たような本を持っていたの。先生が戦いの参加者やったか。
先生も本も、ええ、確かあの子は幻想図書館の本だって言ったわね。幻想図書館、幻想図書館どこにあるんですか？さあ、私にはわからないわね。行かなければならない場所と幻想図書館、何か関係があるんでしょうか？これは電車で幻想図書館に行けばいいかな。幻想図書館の行き方を聞いてみようかな。すっと聞けよ。聞けへんのかい。すっと聞けへんのかい。支配人に聞いたらいいのかな。幻想図書館知ってる？幻想図書館ですか。私には分かりかねますね。なんかそればっかやな。支配人なんか私には分かりかねますねって4回ぐらい言ってる気がする。終わりかい。じゃあ次はペンギンかな。ペンギンが目覚ましてるんちゃう。目覚ましたペンギンが電車動かしたらいけるけど電池探してこいよとか言うじゃない。ペンギン起きろ。はい。なんか新しく調べられるな。あ、この小さな駅の看板ですね。嫌な予感がする。この角度、この看板の角度はやばいぞ。ペンギンに直撃すると見た。看板を揺すってみよう、サイコパス。いかにもプレートが薄そうですね。もう一息ってところでしょうか。まさかの確信犯。もう一歩もう一歩。わあ、ひっど。これが動物虐待ですよ。いってー。タバコ吸ってへんこいつ。チャンジョくんや。マジでよ。おいおい、誰だお前は。タバコ部が2つもできたじゃねえか。やばいな、コボラさんの上位互換や。僕1つしかないのに。人の春さんと信号機の195と申します。俺はカセリ、ただの駅員だ。ここの職員じゃないが。カセリ、この電車はあなたの？いや、俺がいた駅のだ。はいはい。てかよ、お前ら何の用だ？マジでよ。このペンギンさんからもいろいろ聞いてみよう。はーい。相馬の会話を流れて聞いたらよかったよ。先生知ってる？先生、誰だ？知らねえよ。マジでよ。手がかりなしですか？幻想図書館知ってる？幻想図書館、ああ、幻想図書館ね、知ってる知ってる知ってるんや。どうだ、連れてってやってもいいぜ。マジでよ、ほんと。ああ、ただし条件がある。はい。今、俺の電車は動かないんだ。なぜか電源が取れなくてな、もう。予想通りやん。電池探してこいっていうお使いやん。電車の電源ですか。お前ら幻想図書館に行きたいんだろう。なら電車が動かない原因を調べてきてくれないか。ここの従業員なら何か動かし方を知ってると思うんだ。もう動かし方は分かってるよ。明らかにそこの電池やろ。ただ俺はこの電車から離れるわけはいかないんだ。どうして？なんで？それは面倒じゃなくて俺には責任があるからな、こいつ。お前タバコ吸ってるだけやろが。自分で働けや。お仕事よ、責任感かっこいいです。じゃあ頼んだぜ。マジでよ。本読める？あなたは私のパートナーですか？ザキルって青い本やから、なんか氷系の能力使えそうやな。金色のガッシュの一番最初の敵に何やったっけ。あいつ氷系の呪文使った気がする。ペンギンに字が読めると思うか？ペンギンそんなこと言い始めたらお前喋れるのおかしいやんけ。マジでよ、ほんま。最近ちゃんちょくんタバコ吸ってくれへんね、動画で。はい。電車知ってる動かし方。電車が来ない理由ですか。私はそういう専門的なことは分かりかねます。ほんまにこいつ分かりかねますばっかやな。ですが当館の職人なら知ってるかもしれませんね。誰？職人？当館を設計した職人がいます。彼ならなんとかできるでしょう、おそらく。関係なくね？それ建築士じゃないの、それ。電車と関係ない人やん。この廊下の奥の作業員通路をお進みください。外に出たら業務用エレベーターで上に上がっていただければ職人にお会えるでしょう。了解。職人さんに会って電車について聞いてみましょうか。いや、この間には電車オタクいいひんのか。鉄オタおらんのか、鉄オタ。あそこにエレベーターがあります。あれを使って上に行けばいいんですね。
ずいぶん古めかしいエレベーター来たな。なんか気になってしまうわ。右から出たのに左側に出てくるっていうのめっちゃ気になってしまうわ。エレベーター乗らずに奥に行っちゃう。探索したくなっちゃうんだよな。あー、取っちゃった。作業着っぽいのあるけど、はるちゃんお着替えしてみに。少し前のロッカールームの様子でしょうか。あー、現在と比較したら左のスイッチがなんかあれやね、過去やとオンになってんな、この一番右のスイッチ。はい、レバーを下げる。とりあえずこれでいいんじゃないと思うけど、キャップがかけてある。キャップ、キャップって何。あ、落ちた。スイッチ出てきたけど鍵屋が合ってる。はい、とりあえず今はよく分からへんって感じかな。エレベーター上がりましょう。上に参ります。とりあえず言われた通り行くか。上方向への移動はロックされています。安全レバーを操作してロックを解除してください。このままだと浮かないみたいですね。じゃあとりあえず下行くか。まあ、さっきの小屋のスイッチをいじったら上に逃げるようになるんやろうけど、先にちょっと下調べるかと思ったらこれだけか。なんもないやんけ。おい、はい、触る。お、なんでここで過去見たら、あ、モップの記憶を読んでたか、これ。なるほど、はいはいはい。黄色いライトと真ん中のスイッチね。このモップの記憶を見てるんか、そういうことね。別の場所でも、あれか、そのものの記憶を見るわけやから、別の場所の記憶を伏せるわけね。面白いやん。ねえ、195、どうしました？今まで触ったものの記憶って見返せないかな？お話ししたことみたいにできると思います。え、本当？え、はるさんの脳が記憶を読み取るに慣れてきた今ならできると思います。徐々にこの信号機、はるちゃんの脳を侵食していってるんじゃないだろうか。これで、はいはいはい、記憶のログが見えるわけね。なるほど。まあ小村さんの記憶力をもってしたらこんな機能いらんけどな。とりあえず下げる。でこっちを上げる。 OK、 これで上の階いけるね。はい、上に参ります。このエレベーターなんか怖いね。ねえ、こんなん横からめっちゃスナイプされるやん。壁内とか怖くね。結構上に上がんな。だいぶ上に上がんな。どうも職人さん。あれ、ネズミ誰？あなたが職人さん？チューチュー。そう、僕はシュタイン。この電波は？信号機の195と申します。この電波はってめっちゃなんかバカにしてるみたいな。無線式信号機、人体通信、人間の周辺にできる電界を媒介して周辺の生物とも通信可能。そっか、僕の知ってる信号機じゃなかったなこれは。そうですね、両腕の角度を0としてダイポールアンテナに見立てています。送信アンテナはハイソトロピックアンテナとして、やっぱ近未来の世界なんかな。人はダイポールアンテナと見立てて水平変波を使うときには。寝ちゃった。油断してるとハルちゃんすぐ寝るな。ところで何のよ。クジラに置いてある電車が動かなくんで困っているの。電車を動かす電池がある、この辺に。あ、動きかわいいね。え、なんで一周してきたん？なんで二周してんの？シュタインさん。
ごめん、なくしちゃった。あ、探してくれたんか。ハルさん、我々も記憶を読み取って電池を探してみるのがいいかもしれません。そうだね。はいはいはい、ちょっと待ってや。はあ、サイコメトリング。電池は机の上に置いてあったのですね。どれ？ああ、それか。はいはい、触る。あれ、暗くてよく見えませんね。でもあのシュタインが電池をなんか持ってるね。このテレビは何か覚えてそうな気がするんだけど、もうなんで暗いんやろ。ちょっとテレビをつける。これなんか変わるんか。なんで鮮明になったんやろ。シュタインさんが持っているのは電池でしょうか。あれ、マリーさんもいるね。あ、ほんまや、気づかへんた、マリボン。お前ら小さすぎんねんな。どうすんねや。マリーさんのとこ行ったらいいか。シュタインさん、電池をマリーさんに渡した。そうだった。マリボさんに電池について聞いてみましょうか。はいはい、結構あれね、結構簡単やね、謎解きは。待って、これ見て。ちょっと何見せる気や、怖いんやけど。ねえねえ、どっから降ってきたん。何ですかこれ。とはショートカットか。似てるのをどっかで見た気がする。もう全然記憶いないけど。どっかで見た、こんなドア。このドアいろんな場所に、このドアいろんな場所に落ちてるんだ。調査したらこれは転送ドアだった。ショートカットですね。なんだか便利そうですね。一度起動させたドア同士なら自由に行きできるようになるよ。ドアに触れて起動してみて。君の部屋にもう一つのドアを置いたよ。言うの。私の部屋に。君の部屋から一度登録したドアに飛べるようになるから使ってみて。うん、ありがとう。ああ、これでこのネズミはいつでもハルちゃんの部屋に侵入できるわけか。どうかと思う。ハルさん、早速このドアに入ってしょ。どうした、電池切れ。信号機さんも電池が必要ですか。これは、あれ、声が届かな。なんかノイズが走ってるんか。どうした。治りましたね。デリンジャー現象でしょうか。デリンジャー現象、説明してくれ。いや、 UHF 帯だから違うと思う。本来届くはずの極超短波が空間に収縮されてしまうやつが来るな。つまり195と通信するための電波が数分間途絶えてしまうようですね。とりあえず異常性フェージングって呼んでる原因はよく分かっていないんだ。その異常性フェージングって単語覚えなあかんの、もしかして。最近多いから気をつけて。さて、ハルさん、心の準備ができたら試しにドアに入ってみましょうか。はい、ハイテク、急にハイテク。ここにドアあったっけ。なかった気がするな。本当に戻ってきた。しかし、どういう原因でしょう。まず人体データを量子化して。めっちゃ怖いこと言ってるやん。どこでもドアと一緒にいるのかな。マリーさんのところ行かなきゃ。よし、じゃあ今回この辺にしましょうか。いい時間な気がする。マニュアルセーブ。うわ、がっつり出た。